それではですね、早速加藤龍さんに自己紹介をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。初めまして、よろしくお願いします。加藤龍と申します。本日はお越しいただきありがとうございます。個人としてアニメーション、短めのアニメーションであったりとか、音楽のミュージックビデオだったりとかを作って活動をしています。テレビのテレアニメというか、テレビ番組でその30分やってるアニメーションとは少し違った、変わった技法で作るっていう作家さん、個人作家ですかね、として活動しています。で、パプリカメイキングトークなんですが、それに至った、ちょっと過去の作ってきた作品なども見ていただけたらと思います。はい、そうですね、本日はパプリカの制作編を中心なんですけども、今日はいろいろと資料を持ってきていただいております。前にですね、パプリカの原画も飾っておりますので、こちら最後にね、ご退場される時にアナウンスしますので、ぜひご覧になってください。ちなみに皆さん、パプリカ、ご覧になってますでしょうか？ありがとですうごよざいます。ね、はい。パプリカのメイキングですからね。このメイキングが終わった後もですね、ぜひこの世界観を、堪能した後にまた改めてね、見ていただけたら、きっと新しい発見にもつながるじゃないかなと思います。そうした制作秘話を今日はぜひね、お伺いしたいと思います。加藤さんのその手書きにすごく強いこだわりを感じます。制作の手順なんかもよかったら教えていただきたいんですけども、パプリカの、ちょっとこちらにいろいろ資料もあるんで、ちょっとよかったら見せていただけますか？はい、ちょっと、今こちら初画カメラで写してるんですけど、ここに原画、これは原画でしょうか、それともこれはスケッチ？そうですね、原画と動きの元になる、なんか下絵というか、を描いたものですね。あとは、普通のアニメーション用語でレイアウトっていうものがあるんですけど、そのレイアウトであったりとか、動きのこの動きであったりとかを、下書きとしてラフに描いていくっていう、これを写し書きして、清書して、その上から水彩で塗っていくっていう感じで、最初はこういうデッサンというか、形を、取っていくっていう感じの作業ですね。これはなんていうか、シーンと背景と人物の兼ね合いの絵ですね。レイアウト的なものになります。こういったものも、その人物と背景のその合わさった感じっていうイメージをラフに描いていって、これをもとに構図というか動きの感じを決めていく、いきます。この作業っていうのはどういう、順番にやるんでしょうか？その最初、アニメーションっていうのはイメージを作って、で絵コンテを作って、でそこから原画を描いていくっていうような流れが、全般的にやられる手順だったりするんですけども、加藤さんの場合は。最初に絵コンテっていう感じを、絵コンテとあと人物、キャラクターですかね、を作っていくっていう作業をします。ちなみにそのパプリカは、パプリカ、そうですね、もうあれですか、もう絵コンテから入っているって感じですか、それそうとですもね、こういう、キャラクターは後からですか？でもなんとなく、やっぱ映像のイメージが先なので、キャラクターを詰めていく前に、ぼんやりとその風景のような、場面のようなものが浮かんでいくっていう感じですね。これも冒頭、青年が走り出すシーンのなんですけど、こういうシーンからだんだんその一瞬で子供時代に帰っていってっていう、そして林の中を走り抜けていくっていうのは、ぼんやりと最初に浮かんできたんで、
原画どれぐらい描いたんでしょうか。何枚。原画多分2600そのぐらいなんですけど。すごい数ですね。まあ、自分の中では多かった方かなとは思いますね、はい。最後に質問したいんですけど、まあ、あのアニメーションで、加藤龍さんがこう大事にしていることっていうのは何でしょうかね。アニメーションでこう表現したいことやこう大事にしていること、なぜアニメーションなのか。そうですね、やっぱり、まあ、難しいけど、なんですかね、やっぱりなんか絵を描くときのなんかそのスケッチ、絵画一枚の絵を描くときの、うんうん、その その場で思い浮かんだっていう、何かこうダイナミズムっていうのか分からないですけど、うん、そのあんまりこう例えば一枚の紙を、うんうん、トレースって自分はあんまりしたくなくて、うんうん、なんかその絵を描いた時のその描いた人間のなんかインスピレーションがそのまま 線であったりとか、はい、なんか色であったりとかになんか現れていてほしいなっていうのがすごくあって、うんうん、多少なんか汚かったり不完全であっても何かその最初の人間の感じたインスピレーションっていうものがそのまま紙の上に定着させてほしい、いければなっていうのがすごい考えてて、うん、まあ自分もそういうものを書きたいし、まあ人のこういうスケッチ僕あの見るのすごい大好きで、うん、画家の例えばあの対策の元になった、うんうんうん、あの ちょっとした線とかドローイングっていうものであったりとか、うんうん、そういうものが好きで、なんかその最初の一本の線っていうものがそのままアニメーションになっているのが自分にとってのなんか理想なのかなと思います。